始まりましたワンキャリー企業ラボ。この番組は様々な企業を徹底的に分析してその魅力に迫っていく、そんな番組となっております。さて今回の企業はですね、サイバーエージェントさんにお越しいただいております。グロースに強い会社ということですので、ぜひそのあたりもお伺いできたらななんて思います。それでは改めて今回のゲストをご紹介させていただきます。サイバーエージェントさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまずは自己紹介からお願いいたします。はい、私サイバーエージェントで新卒採用人事マネージャーをやっております西川有瀬と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お忙しいですか、お仕事は？そうですね、まあ、ぼちぼち忙しくさせていただいてます。お休み取れてます？休みは全然取れてます。お休みの日は？そうですね、土日は基本的に家から出て出かけていることが多くて。アクティブですね。そうですね、冬の今の時期だとスノボーに毎週、はい、あら行ってます。いいですね、はい、それでリフレッシュして。そうですね、またお仕事に戻って。そうです、いい休日の過ごし方です。さてここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきたいと思います。では今回のトークテーマ見ていきましょう。こちらです。こちらの5つのトークテーマでお話伺っていきたいと思います。サイバーエージェント×広告、その競争優位性とはという質問から始まりまして、実際に西川さんが感じた業務エピソードだったり印象的だったこと、また御社で働くとどんな市場価値が身につくのかというところだったり、やっぱりメガベンチャーということで若手の活躍についてもお伺いしたいなというふうにも思ってます。そして最後、素直でいいやつどういうことという話もぜひ聞いていきたいなというふうに思いますので、楽しみにしていてください。それでは早速一つ目の質問参りましょう。こちらです。サイバーエージェント×広告、その競争優位性とはという質問から参りたいと思います。説明会の中でもお話しあったように、グロースに強いというところで、戦略から運用まで一気通貫で行っているというところなんですが、最近ではコンサルティングファームだったり広告代理店なんかもこういうのを取り入れているところが多い中で、サイバーエージェント×広告だからこその強みっていうのを教えていただきたいんですが、はい、いかがでしょうか？ありがとうございます。そうですね、我々のその特徴みたいなところも掛け合わせてお話をできればなというふうに思っているんですけれども、はい、特に先ほどの会社説明でもあった通り、インターネットに特化しているというところがまず一つ挙げられるかなというふうに思っています。はい、でその中でもですね、弊社今創業から24年5年ほど経ったタイミングなんですけれども、創業当初からですね、インターネット広告のところに参入をしだして、もはや20年以上経つような形で、要はその失敗と成功の数が結構半端じゃない数までいってると思うので、それを繰り返しているからこそ、こういうふうにやれば成功できるんじゃないか、こういうふうにやればよりユーザーに届けることができるんじゃないかっていう、その可能性のその角度の高さみたいなところの知見とかノウハウの数っていう部分では、どこにも負けないものがあるんじゃないのかなというふうにはまず思います。ネットに特化しているというところと知見の数、はい、この2つは負けないというようなところですね。はい、一気通貫といえ、本当にこの最初から最後までこう携わることになるんでしょうか？そうですね、基本的にはもちろんケースバイケースではあるんですけれども、はい、基本的にはお客様から、課題を引き上げさせていただいて、それで社内で1回テーブルに全部広げたときに、サイバーエージェントが持っているアセットを使ってどういうふうに課題を解決できるんだっけ、どういうふうにその広告っていう手段を使ってユーザーに届けることができるんだっけっていうところを、実際の配信から、あと配信した実績を回収してお客様にまた戻しさせていただいて、そこからまた PDC を回すっていうのを繰り返させていただくので、本当に頭からお尻まで関わらさせていただきます。なんか本当に幅広い視野が必要なんじゃないかなと思うんですが、そのあたりいかがですか？そうですね、多角的に見るっていうのはすごい大切かなというふうに思いますし、はい、やっぱりその広告って一口に言っても、その皆さんがよく目にする広告をただユーザーに届けるっていうよりかは、最終的な目標として私たちが持っているのって、広告の効果としてお客様にお返しするっていう、そこなので、そこのゴールだけは絶対にぶらさないように我々はお仕事させていただいています。
なんですね。あとその広告事業ではその AI だったり DX 化だったりというのも加速させていってるという話も事前に伺っているんですけれども、その点に関しての他のその広告代理店との差別化というのはどういうふうに図っていらっしゃるんですか？はい、ありがとうございます。はい、そうですね、これも本当にいろいろ自社でやらさせていただいたりするんですけど、例えば AI っていう観点でいくと、弊社に AI ラボっていう、ラボラトリーを作ったりしてですね、自分たちの会社の中で AI について研究して、こういうふうにやったらいいんじゃないか、こういうふうにやったらいいんじゃないか、でそれを施策ベースとして、いろいろお客様に還元させていただき、そこでフィードバックを得たものをさらにもっともっとブラッシュアップしてっていう形で、自分たちだけでやっているからこそその回転スピードが速いっていう意味では、そうですね、そういう意味での、その競争優位性みたいなところもあるかなというふうに思いますし、DX っていう領域においても、その広告みたいなところと DX のところってなかなか紐づかない人とかも正直いるのかなとは思うんですけれども、先ほどお伝えさせていただいた通り、我々としてやりたいことっていうのは、やっぱりそのお客様のビジネスを大きくしていく、グロースさせていくっていうところが絶対的なゴールとして揺るぎないものなので、そういう意味でデジタルシフトをどん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 提案させていただいて、ある意味コンサルティング的な形での入り方もすることもありますし、協業的な形で一緒にやらせていただくようなシーンとかもあったりします。そうなんですね。はい、あとそのサイバーエージェントさんが手掛ける事業って明るいものだったり、こう世の中をワクワクさせるものというのが非常に多いなというふうに感じるんですけれども、でもそんな中でやっぱりちょっと今の世の中ってちょっと閉塞感があったりだとか、紛争だったり戦争があったりだとか、自然災害なんかも最近ありましたけれども、そんな中でこう価値提供としてはどういうことが御社はできるというふうに感じてますか？そうですね、やっぱり先ほどの会社説明にもあった通り、デジタルシフトっていうところが一番我々が提供できる大きな部分なのかなというふうには思っているので、いろいろ見方は正直あると思うんですけど、マイナスをプラスに変えるっていうよりかは、多分うちが得意なのでどちらかというと、ゼロをプラスに変えたり、プラスをさらなるプラスに変えるっていうところ、結構そっちに特化した会社ではあるので、これからもっともっと視野が広がっていく可能性はもちろんあるんですけれども、今現時点としてはそういったポイントかなというふうに思います。マイナスをゼロにとかではなくて、ゼロをプラスに。そうですね、より幸福度を上げるものが多かったりとか、ですよね。はい、正直なくてもいいかもしれないけど、あったら人のプラスになるものとか、そういったものを我々の事業として手掛けているケースっていうのは多いかなと思います。よりユーザーの皆さんだったりお客様が笑顔になるようなこと。そうですね、エンタメサイドでいくと特にそうかもしれないです。そうですよね、そういった仕事に入社すると携わることができる。そうですね、はい、ね、ありがとうございます。では2つ目の質問参りましょう。こちらです。営業時代に印象的だった業務エピソードはというところで、西川さんは過去に営業されてらっしゃったというところなので、ぜひエピソードを伺いたいなというふうに思うんですけれども、まず業務エピソードを教えていただいてもよろしいでしょうか？はい、業務エピソードでいくと、まずちょっとだけずれちゃうかもしれないんですけど、入り口のところで入社して、いざその自分が担当するお客様とかもこうやって決まっていく、タイミングがあるんですけど、その中で